Do you want to improve your decision making and reactions in Tekken? Try E-Advantage. E-Advantage is a brain boosting supplement designed for higher competitive gaming. It works by combining powerful healthy ingredients like energy supporting vitamins and brain boosting nutritions so that you can finally hit that sick whiff punish or get that rank that you always wanted. Check out E-Advantage by clicking on the link in the description. The first 50 clicks will get a discount of 13.5% by using the code GENDA13. Thank you for listening and enjoy the video. ファイターですね。で一度ワンチャンスを取った時のダメージ量がとんでもないんですよね。そうですね。で対するレイウーロンは五行拳といって、はい、かなり特殊な構えを多彩に持っているキャラクターです。そうですね。構えキャラクターの筆頭で、まあ、操作が非常に難しいと、はい、職人向けのキャラクターなんですよね。なんですけれどもそんな非常に難しいキャラクターを世界最高峰のレベルで使いこなすことができるのが古水選手です。一つ構えを見せていくがあっという間にのみのマードックが体力を大幅にリードを取っている。そうですね。この日に向けてメインのドラグラフよりやり込んできたと言ってましたからね、はい、さあまずは下段で削り取っていきましたのは画面左側のノビ選手。世界大会を3度優勝しております。これは空中コンボですが軸がずれている。2発目上段をしゃがっているが投げ抜けている。抜けています。構えていく。しかし飛んでいるのはノビ。フルミズは相打ち。距離が遠いですね。しかしワンツーお得意な速い展開でそうですね、フルミズの体力を奪い取っていきます。うまい。さあハイキックを反撃返してから下段構えを2個経由しての相談中間距離になっていくか。ちょっとレイはねリーチが短いところがあるので、このマードックに対してリーチで戦われるとちょっと懐に入りづらいかなという状況が多く見られますね。なんでうまく構えを使ってちょっと相手を攪乱しながら戦いたいですね。だけどコントミスと思わせてからの変化的な動きですね。そうですね。非常にトリッキーです。やっぱりこのトリッキーな動きというのがレイウーロン、そしてクルミスの持ち味ですよね。そうですね。なんでこういう構えを使った攻めがうまく機能してくるとフルミズも乗ってくると思いますね、はい、壁に運んでいく。壁際の攻め非常に強力ですが下段一発から投げアトミックマスター。取っている。3本取ったのはまずノビ選手のマードック。いや、 やっぱりそのアグレッシブな攻めとリーチを生かしてレイウーロンに懐に入り込ませないという戦略がノビ選手非常に有効に活用できてるんじゃないでしょうか。1試合目はノビのちょっと良さが出ましたね。だから古水選手としてはやはりどうしてもその懐に入り込んでからうんぬんという動きができるかどうかが生命線になってきそうですね、うん、まあ、あとは今の結構ステージが狭かったので、はい、まあ、ステージがどこを選ばれるかという点でも結構注目かなと思いますね。はい、じゃあステージどこになるんでしょうか。おお、ヘリパッドステージ。ここもまた狭いステージが来ましたね。そうですね、バルコニーブレイクというかウォールブレイクですね。ウォールブレイクがあるステージで両者の背中にオールブレイク、壁が壊れるギミックを背負って戦う。おっと、あ、なるほど。画面側がね、ノビ選手の画面がヘリパッドだったんですけど、古水選手が、選ばれたステージは無限ステージでしたね。そうですね、無限ステージ。インフィニティアズリックですね。さあ、壁がなくなるステージ。ここは壁が何もない、ギミックがないステージですね。さあ、このステージの選択はどう出るか。おっと、開幕のハイキックを潜る。完全に読んでいたようなショルダー。4割以上奪えます。タックル抜けている。おっと大ジャンプ LK。 下段を避けている。2発目空振りしているが下段いく。非常にパワフルです。ノビのプレーは優勢連客ですが関係なしにいい下段で1ラウンドを取っていきました。1対0。ただのワンツー。うまい。ここはダメージを取れている。ノビが前ダッシュして攻めてくるというところに見事にカウンターを合わせるフルミズ。お互い技をガードし合う展開。そうですね、連携を出し切らずに様子見という選択肢が増えましたね。下段パス来たぞ。マウント受けている。受けている。相打ち。相打ちから投げは通っている。この投げが通ると空中ここで大ダメージです。さあ
追い詰められた古水、これで伸びがリーチ。2対0、うまい。いや、構えからでしか出せない浮かせ技なんですけれども、そんな時に透かしたくてはしっかり入れられる古水の強みが出ました。さあ2対0中央、カウンターヒット、カウンター連続ヒット、ワイト中断客。さあここで古水ラウンド久しぶりに取ったと。そうですね、1対1。いや、連続ヒットしてダウンに当たる攻撃を的確に選択。古水ミスターストイックですね。2発目ガードして、いや、ナイスガード。攻め込む古水、トビが受けるが、お互い飛んでいる膝、細かい展開の応酬、うまい、うまい、タックルの隙を取って透かし確定を打ってみました。うわ、どうだ、古水耐えた、競り勝った。2対2、第2試合はファイナルラウンド。差が出る、やだ、一発こちらも返していく。どうだ、ここから展開を作れるか。ガードして下下、さあトリッキーな動きから、いや、予測不能の動きですね、古水。こうなると古水ペースですね。しっかり抜けてレイウロンの良さを出して行きつつあるが、確定反撃、うまい避け、うまい空振りを見逃しません。さあレイジ状態、うわー、ここは決まったか、決まった、やはり空振り、盛り上げる空振りに対しての昇竜脚の反応、異常な速度です、古水。いや、集中力高まってましたね。はい、いや、 やっぱり昔からその世界でも最高峰のレイウーロンと昔から言われておりますけれども、その強さの一端を伺えるのが空振りをしてからの今入れた昇竜脚、ね、はい、前々 LK とちょっとねすぐに入力するのは難しいコマンドなんですが、ワンコマンドじゃないんでミスする可能性もあって非常に難しいんですが、やっぱり彼は上手いですね。そういうところ、そうですね、そのミスする可能性があっても決め切るというその意志の強さが彼のミスターストイックという、うん、はい、あの名前の由来ですよね、うん。さあこれで1対1になりました。むしろ無限ステージであることがレイウーロン古水にとって良かったのかなと、かもしれないですね。今のは攻めを継続させないという、はい、展開が多く見受けられたので。しかし第3試合は壁のあるステージで す, そうです、ね、ここは比較的広めなステージですね。まあ、1試合目と2試合目の中間とい う, も言うべきステージでしょうかね。はい、Anybody else want a piece?Round 1決定戦になります。第3試合、伸びたい古水、下段、おー、やはり強気です。当たればコンボに行ける技を積極的に打っていく。これが攻めの重傷、伸び、いや、一気に6割、これがマードックの火力、カウンターヒットです。これはミスらなければ決まるでしょう。あー、ミスになってしまう。そしてそのミスをとがめるのが最大ダメージ。いや、しかしやはりちょっと難しかったかな。そうですね、難しいですね。軸がずれているとコントがなかなか難しかったので、ね、強制はなかなか難しかったです。やはりノビーが攻める形になりますか。古水は対応を迫られるが投げは抜けている。サイドピック、優勢から展開を作ってこのダメージ。おー、2発目出していった。拾うのもうまい。近づいていくが、距離を取るのがレイジ状態は危ないぞ。寝る、おーっと、一気に逆転、ガードしてる、優勢、どうする、どうする、どうする、いやー、レイジドライブ、ガード、あー、ギリギリ届かず。レイジドライブに起き上がるところを狙った昇竜脚だったんですけれども、ね、ノビは寝っぱなしを選択でしたね。読み勝ちですかね。はい、読み勝ちました、ノビ。さあどうだ、カウンターヒット、お腹が痛いぞ、起き上がれず、壁上がれ、どうだ、後がない、ノビが優勢、これは決まる。最後まで攻め切ります。これがノビ、勝ったのはノビ選手です。おめでとうございます。一旦控えの方へお戻りください。いや、ノビ選手の圧倒的な攻撃